タリオンの目的について B の証言は覚えてるか？お前の力を獲得し空と星の覇者になるというような内容だったか。てのはつまり B を乗っ取るみたいなことでいいんだよな。あれ、でもそうするとダンタリオンにとって一番大事なのは B 君だよね。それでダンタリオンがあのパレスに似た空間の支配者なら、そうか、真のお宝、パレスの核、異空間の核は B の存在そのもの。確かにそれならシャドウじゃない本物の B が異空間の中にいたのも納得できる。盗まれたくないものって解釈ならそう言えるんじゃない？おお、やるじゃねえか。なんか一瞬すげえ賢そうに見えたわ。一瞬は余計だっつの。しかしそうなってくると話は厄介だ。どうやってダンタリオンからお宝である B を盗む。今彼らはルリアでも手出しができないほど強く同化してしまっているはずだ。ダンタリオンを切り離すには B を奪わなきゃいけなくて、でもダンタリオンは B の中に潜んでて、で同化してて、つまり B がダンタリオンで、やべえ、頭パンクしそう。手詰まりって感じ。それについては我が輩に明暗がある。明暗？そうさ、そもそも何か一つ大切な要素が抜けていただろう。怪盗団である我が輩たちには絶対に欠かすことのできないもの。そう、予告状だ。え？